フッキングは、オーストリアのオーバーエース・ターライヒ州にある集落。インチク・ブラウナウアムイン群にあるタルスドルフの一部をなす。ザルツブルク近郊に位置し、人口は約100人。ファッキングという地名は、英語で、性行為を意味する卑猥な言葉を同名しかしたものと、綴りが同じであり、英語圏では、陳地名として知られている。この集落が記録に現れるのは1070年のことで、 あり、六世紀のほっこという人物の名に由来すると言い伝えられている。イングは、コゲルマン語で、の、一族を意味する設備語である。第二次世界大戦の後、ザルツブルク付近に駐屯したイギリスとアメリカの兵士が、この地名を発見し、観光客が訪れるようになった。この集落は、特にイギリスの観光客によく知られている。この地方のツアーガイドは、ドイツの方は、 どなたもザルスブルクにあるモーツァルトの家を、アメリカの方はサウンド・オブ・ミュージックの撮影地を、日本の方はブラウナウにあるヒトラーの出生地をご覧になりたいとお考えです。しかし、イギリスの方はそれがフッキングなのですと説明している。1996年及び2004年には度重なる標識の盗難から解明が提案されたが、住民投票によって否決された。 その後も悪質な観光客やいたずら電話が後を絶たず2012年4月に再度解明に向けた住民投票が行われた。しかし解明案と同盟のフッキングという集落がすでにオーストリア国内に存在していたために解明できなかった。奇遇なことに既存のフッキングも元はフッキングという地名だったが1836年に 現在のものに解明された歴史がある。双方のフッキングという地名は、どちらも戦術の発行に由来するために同じ地名となったものである。2020年11月17日、タルスドルフ議会は2021年1月1日以降、フッキングをフッキングと解消する旨を決議した。なお、この決議において、近隣の集落オーバーフッキング及び、 ウンターフッキングについては言及されなかった。集落の名を掲示した道路標識はしばしば記念撮影に使われるが標識が盗難の被害に遭うことも多い。2005年現在標識は盗難対策のためコンクリートの土台に設置されたものになっている。これらの標識には下に別の標識が取り付けられているものもある。それには 子供の男女二人のイラストと伴いにドイツ語、ビッテ、ニヒトソーシュネルと書かれている。もちろんこれは子供を交通事故から守るため、自動車の速度に注意を呼びかけるものであるが、この地名と並んでいるためにダブルミーニングと取られ、兼ねないものになってしまっている。ありがとうございます。